3年間ありがとうございました。お母さんは毎朝ご飯を作ってくれたり、試合に持っていくおにぎりを作ってくれてありがとうございました。お父さんはサッカーに必要な道具を買ってくれてありがとうございました。またおじいちゃんおばあちゃんは寒い中毎試合写真を撮ってくれてありがとうございました。高校3年間もよろしくお願いします。お父さんお母さんへ3年間ありがとうございました。僕が進路のことで悩んだ時に一緒に真剣に考えてくれてありがとうございました。高校でもよろしくお願いします。お父さんお母さん3年間ありがとうございました。この3年間の中で大変なこともいっぱいあったけど、いつも支えてくれてありがとうございました。高校行ってもサッカーを続けるので応援よろしくお願いします。お父さんお母さん、いつも試合で朝早い日でもおにぎり作ってくれたり送り迎えしてくれてありがとうございました。高校行ったらたくさん迷惑かけるかもしれないけど、これからもよろしくお願いします。3年間ありがとうございました。愛しのママとパパへ3年間ありがとうございました。ママは3年間おいしいご飯を作り続けてくれました。そしてパパは毎日仕事を頑張ってくれました。そしてこれから高校に上がるけど、これからもよろしくお願いします。3年間ありがとう。僕はママとパパがいるだけで生きていきます。毎日おいしいご飯や、試合を見に来てくれてありがとう。ママパパ大好き。お父さんお母さんへ、朝早くからご飯作ってくれたり、スパイクとかサッカー用品を買ってくれてありがとうございました。高校は私立で高いお金出してもらえる分、その分頑張るのでこれからもお願いします。お父さんお母さん3年間ありがとうございました。でもいつも遠いところに応援に来てくれたり迎えに来てくれてありがとうございました。でも高校でも頑張るので応援しに来てください。3年間ありがとうございました。お母さんは毎日朝早い時も美味しいご飯を作ってくれました。お父さんは毎試合応援に来てくれてとても嬉しかったです。勝吉大好き。はい、3年間ありがとうございました。個人自分は親が支えてくれたおかげで、自分は個人の技術や人間性が成長できたと思っています。高校でもサッカーを続けるので支えてください。3年間ありがとうございました。毎日のように駅までの送り迎えやスパイクとかそういうものを買ってくれてありがとうございました。その支えのおかげでいろいろ助かりました。高校でもサッカーを続けるので、その3年間もよろしくお願いします。3年間ありがとうございました。親からのいろいろなサポートがあったおかげで今までサッカーを続けてこれました。本当に感謝しています。これからもサッカーを続けるのでよろしくお願いします。3年間ありがとうございました。朝早くからご飯作ってくれたり、遠いところの迎えなどをしてくれてすごく助かりました。高校でも頑張るのでよろしくお願いします。小学校から続けてきたサッカーを中学校でも続けさせてくれてありがとうございました。怪我をした時は迷惑をかけたと思います。お父さん、毎試合サッカーの試合を見に来てくれてありがとうございました。お母さんも、美味しいご飯をつけてくれてありがとうございました。高校でもサッカーを続けるのでこれからも迷惑をかけると思いますがよろしくお願いします。3年間ありがとうございました。親父は、小学校の時も言ったけど試合を見る時の態度がとても怖かったです。お母さんは、毎日夜遅くてもご飯を作ってくれてありがとうございました。翼とまなみ大好き。いろいろ迷惑かけたこともあるけど3年間ありがとうございました。これからもいろいろ大変な思いをさせることあると思いますが、これからもよろしくお願いします。パパ、ママ3年間ありがとうございました。ママは
自分が怪我してるのに送り迎えとか美味しいお弁当を作ってくれてありがとうございました。パパは自分のスパイクとかいつも応援に来てくれて本当にありがとうございました。3年間ありがとうございました。お父さんお母さんへ、3年間美大に通わせてくれてありがとうございました。ビラに入って仲間とサッカーをする大切さ、サッカーの楽しさを学ぶことができました。高校に入ってもサポートの方よろしくお願いします。3年間このチームでプレーさせていただきありがとうございました。なかなか試合に出られない中でも応援ありがとうございました。高校でも引き続きよろしくお願いします。お父さんお母さん、ビラに行かせてくれてありがとう。お父さんは仕事頑張ってくれてありがとう。お母さんはいつも美味しいご飯作ってくれてありがとう。これからも高校でサッカーをするのでよろしくお願いします。お父さんお母さん3年間ありがとうございます。お母さんの料理は日本一美味しいです。お父さんは仕事で頑張ってスポーツ用品を買ってくれてありがとう。これからも迷惑かけるかもしれないけど、よろしくお願いします。お父さんお母さんチュキチュキお父さんお母さん3年間家事や仕事を頑張ってくれてありがとうございます。高校では文武両道を実現できるように努力するのでこれからもよろしくお願いします。3年間ありがとうございました。この3年間でたくさん迷惑をかけましたが支えてくれてありがとうございました。これからの高校生になってもたくさん迷惑をかけると思いますがよろしくお願いします。3年間ありがとうございました。いつも試合に見に来てくれて、すごく嬉しかったです。高校生になっても頑張るので、よろしくお願いします。3年間支えてくれてありがとうございました。僕が試合に出ていない時もお弁当を作ってくれたり試合に応援に来てくれたりしたことは嬉しかったです。高校でもサッカーを頑張るので応援よろしくお願いします。お父さんお母さん、3年間ご飯を作ってくれたり雨の日には車で送ってくれたりしてくれてありがとうございました。高校に入ってもサッカーを頑張るので応援お願いします。3年間ありがとうございました。3年間支えてくれてありがとうございました。お母さんがいてくれたからこそサッカーを続けることができました。高校でもサッカーを続けるので応援よろしくお願いします。3年間支えてくれてありがとうございました。洗濯物は汚れていても文句を言わず洗ってくれてありがとうございます。あと仕事などをしてくれてスパイクなどを買ってくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。年間ありがとうございました。いろいろな面で支えてくれたおかげで高校にも合格できることができました。これから、期待に応えていけるように頑張ります。最後に骨を折ってしまってすみませんでした。3年間ありがとうございました。僕はあまり試合に出れていませんでしたが試合の時に頑張ってと一声かけてくれたことがとても勇気づけられました。ここでもサッカーを頑張ろうと思っているので応援よろしくお願いします。3年間ありがとうございました。生活面や高校のことなどでお世話になりました。これまで迷惑をかけてきたしこれからも迷惑をかけると思うけれどそこはよろしくお願いします。3年間ありがとうございました。3年間ありがとうございました。高校ではできるだけ親に負担がかからないように頑張るのでこれからもよろしくお願いします。はい、中学3年間いろいろなことで支えてくれてありがとうございました。高校でもサッカー頑張るんで応援お願いします。お母さんは毎日ご飯を作ってくれてありがとうございます。お父さんは家族のために毎日働いてくれてありがとうございます。